ガビ。エレン、ポケットから手を出して。従わなければどうなる？引き金を引く。あなたの脳みそが床に散らばる。見たことない？巨人になる暇なんてないよ。それで？まだ撃たないのか？今引き金を引かないなら何しにここに来た？手をポケットに入れたままだとどうなる？どうなるか君は知ることはできない。床に散らばった後じゃ。いや、わかる。あんたは撃たない。始祖の巨人を殺すことは許可されてない。命令は必ず始祖を奪還せよだ。この後に及んでも、あんたは一旦巨人になってから俺を生かしたまま食わなくちゃいけない。だろ？ピクト！ガビ、引き金から指を外して。重大な軍規違反の付けを払うのは、あんただけじゃなくて、収容区の家族も一緒だ。はい、撃てません。あなたを食べることも本当無理あると思うし、どうもね。フィクソン！私が侵入してきた時の巨人の足跡が見つかっちゃったんでしょう。手を撃たれる前に、懐に潜り込んでやろうと思ってここまで来れたのは良かったんだけど。でも撃てなかった理由は他にもある。あなたが始祖の力を使えたら、マーレを倒せるんじゃないかと思って。賞賛もなしに、全世界を敵に回したわけじゃないんでしょ。でも賞賛って、始祖の力以外に何かある？ピークさん、何を言って。ガビ、もうライフルを下ろして。だとしたら、何が望みだ？マーレ及び、世界から支配されているエルディア人の解放。今すぐ、私の家族を収容所から出してあげたい。私はたった一人の家族である父に、まともな医療を受けさせるため戦士になった。父の命は伸びたけど、私に任期が残されていないことを知った父は悲しみに暮れている。死ぬ前に、一人残される父に、私の手でエルディアの明るい未来を見せたい。そのためには、マーレを叩き潰す必要がある。私は何でも協力する。マーレを皆殺しにできるのなら、私は何だってやる。マーレを襲撃した首謀者は、ジークさんだった。ピークさんもなの？私たちは何のために戦ってきたの？善良なエルディア人だと、世界から認められたら、いつか、エルディアは解放されるんじゃなかったの？あなたもジークと同じ、裏切り者なの？ガビ。私たちは、マーレ人、エルディア人、何だと思う？私たちは、名誉マーレ人。違う。私たちはユミルの民。これだけが逃れようのない事実。何人を名乗ろうと、私たちは巨人になることができる人種。スラバ要塞で見た通り、巨人の力はいずれ通用しなくなる。つまり私たちは、マーレに用済みとされて、いずれみんな殺されるの。善良なエルディア人であることを証明し続けても、私たちが解放される日は来ない。私たちは、私たちの力で人権を勝ち取るしかないの。証明しろ。あんたがこっちに協力するってなら、何か証拠を見せろ。この町に潜む仲間の位置を教える。どうやって？この建物の屋上に行けば、すぐに指をさせる。